破棄状態なくなってしまったら私は普通に勝てるのではないか。回数を取ってから配信ぞとってアピール。おい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 、破棄がないと普通にやれちゃうんだね。テナスでもコーナスです。ちょうどバンテラッチ楽しんでいきましょう。多分この動画出してる頃にはね、終わってると思うんですけども、この桜花七部会ピックアップガチャという神ガチャ皆様お引きになられたでしょうか。今回こちらでピックアップされておりましたドレスローをね、使っていきたいと思います。ドレスローはね、工場キャラなんだけれども、サポートとしてもめちゃくちゃ優秀だし、まあ、バトルキャラとしてもめちゃくちゃに強いというところで、工場キャラでも強いんだぞっていうところをね、お見せできれるように頑張っていければと思うんですけれども、ロークはね、個人的に結構好きなキャラで、今頑張ってねオーバーブーストを目指しております。メダル編成はこちら。ドレスローは攻撃性能がすごい高いんで、攻撃力にね振っておりますということで、今回工場キャラだけれども強いドレスローで頑張っていきましょうということで、どうぞ。はい、対戦お願いします。ということで、今回はね七部回路を使っていきたいと思います。まあ、この前来てた神ガチャでね、ピックアップで当てられた方も多いのではないでしょうか。普通にまあロークね、サポートとしても優秀であれば、かつ何、意外と強いよバトルキャラとしてもね、攻撃性能、こっちょっと近づきすると得られちゃうんで、攻撃性能がまあすごい高いんよね、この七部回廊っていうのは。まあ、それを活かして頑張って、頑張ってね、いきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ここ一人で、シャンクスさんを倒すっていうのかい。怖いねー、こ、ま、化け物じじ、じみてて、ここ、怖いねー。ガチで怖いと思っているようなキザルを披露させていただいたんですけども、ここシャンクスの破棄状態なくなってしまったら私は普通に勝てるのではないか。回数を取ってから配信ぞとってアピール。おい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 、破棄がないと普通にやれちゃうんだね。これが、まあ、ロー君の攻撃性能の高さたるや否やっていうところなんですけども、ここちょっとウルティやさ、でかい、さ、シャンク、ちょっと待ってよ、ここロジア船長、いや、こっちお願いしちゃって当たってない、大丈夫。こっち裏取りしてます。ゲッターとしても優秀なんだけど、まあ、なんといってもこの攻撃性能の高さ、僕はね、ここの七部海ローのね、いいところかなと思っております。ここ取られ終わり際やられてしまうんで、ちょっと早めに逃げさせてもらいまして、相手のブーストにね、ちょっと備えていければと思うんですけども、さ、ここ、おいでパンダ状態。さ、ここはしっかりと旗握って、相手のブースト中に取ることができるといいね。これマジ強いよね、ロー君。本当に、お肉でか。おいしい闇、感謝、感謝ー。オッケー、ここもちょっと戦う。相手のブースト中に戦うの、ちょ、無理だよな。こっち、いやー、待って、若いのか、怖いな、さすがに。ここ、取り終わり際、ナイス、でかすぎ。さあ、取ります。これで一瞬で旗取ることで、これ、ブースト呼べるでしょ。で、ブースト呼べる。で、ここはちょっと頑張って逃げて、オッケー、行くぜ、旗取りに行くぜ。ここ1、2の、はい、1、2の、はい。で、ジャスカイ入れる、1、2の。あ、待てよ。待てよ。大丈夫。ここ待って。無敵ないよね。さすがに。オッケー。で、ここ、ちょっと待って。やべえ。あ、やべえ。ちょっと待って。1入れといて。1入れといて。オッケー。心臓取ってアピール。はい。これで体力回復どうもありがとう。いいね。で、これで状態異常がない。坂月に関しては。これジャスカイヒー。カウンター。当ててと。強いぞ。この七部回廊。さあ、これ旗抜く。で、これも取られる気はさすがにやら、おっと、耐えた。あ、いや、終わった。はい、で、まあ、見てもらった感じで、まあ、七部海楼って、本当に攻撃性能が高いんだよね。工場キャラなんだけれども。ちょっと待って、あそこちょっとさすがに守りに切った方がいいよな。ちょっと、こっちの後ろのシャンクさん、どっち行く?オッケー、こっち守るわ。ちょっと、後ろのシャンクさん、いや、歌強っ。後ろのシャンクさん、これ、二陣どっち行く?ちょ、こっちお願いしちゃっていい?裏来てるわ。いや、待って、もうお願いしよう。ここ、ちょっとポンとしといて、大丈夫。いける。大丈夫よ。オッケー。さあ、強い。あっち守りで切れるでしょ。で、真ん中いいよ。よし。この、ちょっと待って。ロー歌結構良くない？ロー歌結構ペア的に良くない？ジャスカイヒもらって、オッケー。で、あとはもうここら辺に居座っとけばOKだから、とりあえず旗。よし。いや、強いわ、やっぱ。あいつ、いや、ロー君マジでかっこいいよね、本当に。ワンピースの中でも結構やっぱロー君は好きな方で、ちょっと地道に今んとこね、次のちょっとオーバーブーストキャラを目指して頑張ってるんですけれども、これ飛んで、あ、オッケー、取るわ。取って、あ、待って、これ相手の2個目行けばよかったわ。ごめん。ここはちょっとお願いしちゃって2個目奪いに行きたいと思う。おっとー、ビハタ、あ、いや、これでも4-1の状況作れるぞ、ワンチャン。オッケー。ここちょっとね、おー、待って、あっちの初期旗がいなくなって、そしてこっちの初期旗もいないぞ。じゃあ取りに行くわ。どういう、どっちが自分ちの初期旗か分かんない感じになってんだけども、そんでもってこっちの虹もあっちで取られてしまうというような、まあ感じで、まあ、SS 隊だよ。ちなみに言っとくと、まあ一応 SS 隊ではございますというところだけはね、一応言っときつつも、それはさすがに当たりませんと。まあこれどこ爆発が来てしまうので、ちょっと距離感を置かせてもらって、OK、スキルが溜まったんで大丈夫と。で、一発、これ心臓取ったよ、アビール。OK、これで心臓取れるでしょ。で、スキル
るない5ソップはもういけるね。ジャスト一発、はい、買い誘う、はい、1,2 と、はい、オッケー。この地味に心臓を取ってますよ状態異常があるっていうね、あのロー君のいいところなんだけど、地味にこれダメージ、地味に継続ダメージ与えることができるというところで、これ後ろのあのおでんさんに集中してちょっとカウンター合わせていきたいと思います。よいしょ。んで、ここカウンター合わせといて、はい、さようならウソップ君と、でここシャンクスも心臓取ってアピール。あーなるほど、よろけないタイプ。いやここちょっと待って、ここあなるほど、ちょっと待ってよ。じゃあここシャンクスさん頑張って止めてください。痛い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 わ、それさすがに痛い。ちょっとスキルないと、もうきついよさすがに。スキルないとさすがに、まあきついんで、ここは距離感を貸してもらって、ジャス回避オッケー。ここちょっと頑張って逃げて旗抜いていきたいと思うんですけども、さウタちゃんここ頑張って旗取ってオッケー。さシャンクスじゃなくてスキル溜まったんで、これ一気にやられて、何まくられると一番めんどくさいんで、相手ブーストここからちょっとゲージ溜めて、裏ちょっと怖いっちゃ怖い、頑張ってよ、頑張ろうちょっとここからブースト乗り切ろう、頑張って。でカウンターがあればワンチャンいけるから、シャンクスとかも、ここはあれ飛んでくるスキルだけ見計らって、オッケー。それはさすがに、でレイリーさんワンチャンある。さあ裏ここ来た、今回はちょっとあの裏とかなかなかこう見ないくあれの感じの気配もありつつんで、あれだけジャス回避決める。おええなんか今スキル打ちながら通常攻撃言ってなかった？待ってよ、でもあれさえ見てしまえばもういけるんで、あいい、ここはさすがに大丈夫。オッケー。いやこの足取りの軽さよな、足取りの軽さいいよね。待ってよ、これ待って、カウンター間に合う。あ全然思ってる距離なかった。お互いのカウンタースキルのミスを見せ合うっていう謎の時間が生まれたわ。あ、なんかすごい生産性のない感じの時間が生じてしまった今のは。もうここも勝ちなんで、あとは適当にスキルぶち込んでいきたいと思います。いや、やられ、頑張ろう、最後心臓取ってアピール。あ、やられちゃったわ最後。さあシャフ、さあ言っときましょう。さあ、今回もまあちょっと頑張っていきたいと思うんですけども、ここね、あのヤマトにちょっと強くなられるの僕嫌いなんで、ここちょっと頑張って1個目の旗を取ってきて、ここ、あ、終わった、ごめんなさい、僕だけゴーそんでもって誰一人味方がいなかったっていう、シンプルに一人でそのままやられてたわ。全然オッケー。ちょっとここは怖いんで、裏攻める手で行きつつも、頑張って旗を抜いていきたいと思うんですけども、さ、ここはちょっと一緒にシャンクスさんと旗抜けたらでかいよねっていう、感じではある。さ、ここシャンクスさんがやってもらってる間にさりげなく旗を抜いていきます。さ、ここ心臓取ってアピール。あ、オッケー、しっかりとここは逃げていきたいところ。ダウンもらえるか、ワンチャンダウンもらえる。よし、でかい。さ、ここ取っとくハム太郎して、逃げて、取っとくハム太郎、逃げて、取っとくハム太郎、走るよハム太郎、どこでも走るよ、カウンター間に合わない。まあここまでのね流れをまあ見てもらったコアナスの方ならわかると思うんだけど、まあ圧倒的4試合目のテンションだよね。まあ動画撮り始めてからは2試合目なんだけれども、もう間に合わないよ、もうハム太郎歌い始めた時点でこれはもう4試合目ですね。はい、これもう4試合目に間違いなく乗ってると思います。じゃあもうこれさ撮り直せよって思うかもしれないんだけれども、ちょっと疲れちゃうんかなーって、それちょっと疲れちゃうかもしれないなーって、あトリピー、あ、もう4試合のテンションだから、どうなってもいいやっていう気持ちが強い。さあ、えいやして、ああ、一瞬寝られた。だけれども、しっかりとロー君の良さをちょっとアピっていきたいと思いますので、頑張っていきましょう。さあ、あそこはちょっとマルフォイは無理だな。どうしようかな、ここ。オッケー。さあ、それでかいね。で、これ近づく。で、これ多分ロー、回避する。分かってる。そのパターン読めてるよ。さあ、ここでしっかりと、奪っていきたいと思います。さあ、一緒に旗を取ってくれるわけではないと。さあ、ここ簡単ないんで、ごちごちに攻めていくと。さあ、ヤマトもこれでね、しっかりと倒すことができる。いや、割となんかロー君の良さも、なんか出てるから、これちょっと一瞬でカウンター。いや、絶対カウンター間に合ったでしょ、それ。頑張ろうよ、もうちょっと。もうちょっと頑張ろうで、一発っといて、で、ここでカウンター。はい、分かってますと。それ分かってるよ。うん。オッケー。これがロー君の覇王色の覇気なんだけども、いや、地味にロー君なんか活躍してるから4試合目に乗せとくのもなんかもったいない気もしてきた。さあ、そこで初期旗握ってくれてるおかげで僕が有意義にね、何老後の年金生活みたいな感じで、それぐらいすごい有意義な暮らしでね、ここの相手の2個目の旗を奪うことができましたと。んーで、ここちょっとおでんさん来てると思うんだけど、これ上からマリコでこれルーム内当たっちゃうよね。で、それはジャス回避入れてもらって、あっ、オッケー、シャンクさん来てくれた、オッケー。はい、ということでここから裏、ヤマトジュニーは歌やっていきたいと思います。さあ、ここちょっと待ってよ、ジャス回避、ここ飛ばす、オッケー、飛ばして、ここはもう取られないから、あっちの旗取れ、あ、オッケー、じゃあここマルコ守っとくわ、オッケー、来る、たたた、信じだよこの未来は、オッケー。
よし、4試合目だわ、やっぱ。はい、第3の出世です。出世。ちょ、アングルすげえ不安定。ですね、最近動画とかに、ね、皆さんいつもありがたいことにコメントいただいてね、ありがとうございます。で、なんかちょっと2本分ぐらいちょっとコメントできてない動画が、まああって、一応ね、目は通してはいるんですけれども、ね、ちょっと忙しかった。だけ急がおっしゃーこれ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 待ってこれワンチャン取れない痛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 いもうあもう痛いまあ、1体倒したらまた1体飛んできて1体倒したらあーもうやだもうやめたいもうやめたいよこの辺なんてねこんな面白いゲームより面白いゲームなんてない。さあここちょっと頑張って旗を取っていきたいと思うんですけれども、本当に動画一応ちゃんとコメントとかね目を通して極力はコメント返すようにはねさせていただいてるんですけども、まあ、どうしてもちょっとね合間合間時間とかに返すときは目に映って1秒以内に返信が思いついたら、あ、一瞬出られた。なんかね、そのコメント読んで1秒以内に返信が思いついたら、もうパパーって返信してるんですけども、なかなかちょっとそういうね、ちょっと思考した時はですね、ハートだけ押させてはいただいてはいるんですけれども、これ待って、入るな、これ。オッケーオッケー。さあ、ここね、オッケーオッケー、ブースト中のシャンクさん、これ枯れるんちゃん、枯れるんちゃん。で、ここでしっかりと K をもぎ取っていくと、オッケー、ブースト中にシャンクさん枯れんでかない。ここちょっと頑張ってもぎ取っていきたいと思うんですけど、あっちの援護行くか。ここの1番さんのブーストオッケー、ここちょっと頑張ってヤマトの助けていきたいんだけれど、もういけ、よしやばいやばい、しかもヤマトいるオッケーオッケー、取れたんでかい。さあ、ここちょっと頑張って息にられないようにだけ距離感を置かせてもらって、これシャンクさん飛んでくるよな。はいはいはい、あれ集中避ける、あやばい、絶対飛んでくる、いや逃げろ、機動力で逃げろ。じゃあやばい、あー、まあでも武装のタイミングでちょっとゲッタに変われたのはむしろ良かったかもしれない、この状況っていうことで、ポジティブに捉えて頑張っていきたいと思います。まあ、ゲージとして、あーで取られるな、ちょっと後ろにおね、あ、いけない。よし、これちょっと取って、あっちの裏、待ってよ。こっち裏来てるから、こっち取られない。オッケーオッケー。あっちも、あ、モネ裏行った。モネだった。まさかヤマトかと思ったらモネだったわ、まさかの。いや、でもここ取れるでしょ。オッケー、でかい。あっちの真ん中行こうかな。どうしよう。ここはちょっと一気にやられそうな感じもするんで、あっちの A 旗を敵が、いや、待ってよ。これ味方 3C 取れるから、俺こっちで粘るわ。こっちでやっぱネバールくんするわ。懐かしのマスコットキャラ、ネバールくん行きます。フナシのライバルって言われて、そこ届く。こんなロー見たくない。やだやだ。待って、さすがにそれは、ちょっと待って。ここ、置いといて。攻撃タイミングおかしくない？ちょっと待って、真ん中急いで守って、ジャスカイ入れて、オッケー、でかい。これちょっとダウン、ワンチャン削りきれないかな、ダウンところまで。いや、ジム戻れ。待って、ここ頑張れ、通常頑張れ、あー、無理だったー。はい、最後まで動画を見てくださったコアナツの皆様、ありがとうございます。ということで、ここからラジオパートやっていきたいと思いますよ。お願いします。いやー、最近もうなんかね、個人的なめっちゃあれなんだけど、結構忙しくて。で、まあ、これ今ね、朝の、6時に撮ってん、朝の6時半か、朝の6時半撮ってんだけど、昨日ちょっと忙しくてね、バウンティーログイン、バウンティーログインもしてないよね、昨日。ちょっとね、配信者としてそれはいかがなものかというところであるんですけど、もしかしたらちょっと、今年内ね、登録者2万人目指してやっているわけなんですけども、どこかしらで1日動画出せない日とかももしかしたらちょっと、あるかもしれませんが、そこのね、まあ、コアラさんの皆さんはちょっとご了承くださいませということ、まあ、言いつつも、ラジオパートしっかりやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、で、それに踏まえた、ちょっと話の今質問ね、ちょっといただいてたので、読み上げていきたいと思います。言われて嬉しいこと。まあ、多分こう YouTube をやっていく上で、言われて嬉しいことはまあ何ですかというようなね、ことだと思うんですけれども、まあ、簡潔に、先に結論から言いますと、やっぱり動画を見てくださった方が、まあ、面白いと、言ってくれることですね。まあ、面白いとか、まあ、あとよく嬉しいのが、まあ、通勤時のこう見て、まあ、一日元気になれるとか、まあ、寝る前に、まあ、見てこう、ちょっとルーティーンになってるとか、まあ、そういうなんか、すごい楽しみにしてくれてるっていうことかな。まあ、楽しみにしてるとか、まあ、楽しかったとか面白かったです。本当に 0.1 秒でもね、笑ってくれてる、まあ、方がいるっていうか、まあ、そういったコメントをもらえたときは、もう本当にね、嬉しいかなっていうのもなるし、まあ、それが YouTube のね、まあ、僕の中のやりがいには、なっています。そう。で、その、まあ、正直ね、まあ、例えば今日見て、今日も今6時なんだけど、まあ、もっと寝ててもいいよ。で、この後も僕またちょっと仕事があるから、
行かなきゃいけないんだけど、まあそれもう本当に出勤ってか、その家出るギリギリ本当に30分前までね寝ててもいいんだけれども、まあこうしてね、まあ正直もうこう YouTube とか今好きでやってるから、うん、まあ全然苦ではないんだけど、まあ正直寝てても大丈夫と。じゃあなぜこの YouTube をやるかというと、今こうして動画を楽しみにしている方がいるかもしれない、いる、一人でもいるかもしれないというそういう気持ちがあるから、僕は今こうして YouTube を頑張っております。ジュインジュインジュイン、好感度アップ、ジュインジュイン。どうですか今皆さん、好感度アップしていますでしょうか。僕の好感度がなんかアップする音が聞こえる、ジュインジュイン。朝の6時半やぞ、朝の6時半にこれをやってるって考えて、みんな一人で虚しく喋ってジュインジュインって言って成人してるのに、みんなわかるかい、この虚無な虚無なその感じがまあ別にいいんだけど、うん、まあなんで、まあ少しでもそうやってね、まあこう応援してくれたりとか、まあ動画楽しいとかって、まあ面白かったとか言ってくれるのが本当に僕の中でのね励みになっておりますのでね、まあ本当にこれはなんかいつも皆さんのこう最後まで動画を見てくれている方はなんか頭いかれてるとかってね言って、それなんていうの、愛の裏返しっていうかさ、まあ積んでるやん、うん、まあ本当に心の底では本当にマジでね、あのいつも感謝しておりますのでね、ありがとうございます。また今後ともねよろしくお願いいたします。うん、本当にこうして今もやれてるのをね、まあ本当にこれはもう皆様のおかげで、ジュインジュインジュインジュイーン。これなんかさ、よく友達に言われるんだけどさ、そう真面目なことをなんていうの、まあ言うんだけど、なんか照れ隠しなんよね、そういうちょっと変なことをまあ発言してしまったり、してしまったり してしまったりしてるのは、まあ何ていうの、もうなんか照れ隠しなんよ、わかる？照れ隠しなの。うん、なんかちょっとなんか、うん、そわそわしちゃうから、そういうことをまあなんかやっちゃうんだけど、友達にそういうことするからモテないんだよって、いやお前それお前そんな分かってる、分かってるけどさ、その言うなよお前、その確信ついてくんなよ、友達だからってさ言っていいことと悪いことっていうか、なんか前回の話に基づく、しかもこれこの前のなんかシェアできないって言ってる友達とはまた別の友達なんだけど、なんか僕の友達掃除で厳しくない？なんか友達僕に対して掃除で厳しいんだけど、どういうこと？そういうことするから、なんかお前モテねえんだよみたいなこと言う、なんか言ってきて、やるか？やるかってなってんだけど、まあ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 。まあそれもそれで、まあまあまあ僕は、もういいのかなって、それは僕は僕でいいのか、僕らしさっていうか、まあアイデンティティっていうか、うん、っていうことでね。まあまあ、真面目なこと言って本当にマジで感謝してますんで、また今後ともよろしくお願いいたします。ということで、ちょっと手短になっちゃうんですけど、今から多分今皆さんが見られてる動画を僕は急いでせっせこせっせこ編集していきたいと思いますので、またね、ちょっと動画見てもらって、まあ楽しかったとか思っていただけましたらね、ぜひ、まあ高評価ボタンとね、コメントしていただけると本当に僕の励みになりますのでね、よろしくお願いいたします。ってことで、また一日頑張ろう。バイバイ。